君たちタワシヘズにとってこの番組は地下鉄通勤のお供だ。私ならあんな汚物まみれの殺人電車に足を踏み入れる。ほらグータラン、こっち。非常階段がグラグラしてるから登るとき気をつけて。なるほど。だからここで会おうって言ったの？来ないからもう帰るとこだった。これ開けるのを手伝って。タイムカプセルも錆びついたね。暗証番号覚えてる？あれ、なんだっけ。嘘だろ、暗証番号暗記しとけよ。いつも俺がいると思うな。わかりました、暗記します。暗記します。はいはい、ったく。それでそいつに何入れるつもりだ？教えない、二人だけの秘密。そう、よく言った。秘密は守るんだぞ。ねえリック、ロクさんの仕事を引き受けるの？お前代わりに受けるか？かもね、オファー待ってるとこ。じゃあお前はライバルだな。まあクリーンエネルギーをぜひ俺に統括してほしいってさ、いつも言ってたろ。クリーンエネルギーが世界を救う。さすがガリベンファンクラブ。ああ、噂をすればロクソンだ。すぐ戻るよ。番号を覚えたんだよね。フィボナッチ数列。そう、僕たちのエネルギー変換器最高だった。確かに、まだサイエンスセンターに展示されてるかな。だといいな。うわ、見てよ、すごいアホっぽい。リックは大人っぽく映ってるけど。だね。リックに何かあったの？ひょっとして喧嘩したとか？うん、違う。フィン、何でもない。なんで会わなくなったのかな。最悪、遅刻だ、行かなきゃ。ねえ、お互いまだ話してないことあるよね。次に会うときは隠し事なし。いい？うん、やっぱ考えとく。遅れなきゃね。それじゃあまたね、ちびっこ。身長ならもう抜いたけど。こっちはまだ。中学の卒業式はほろ苦い思い出。フィンはミッドタウン高校に、僕はブルックリンビジョンズに進学。連絡するって言ってたけど、ここで世界が変わっちゃったんだ。ほんと、フィンに会えてよかったな。他のタイムカプセルも探そう。やっぱり後にしよう。帰って集会行かなきゃ。乗り放題パス使うのに持ってこい。
マホを持った、地下鉄のパス持った、家の鍵は？うん、持ったよ。行こうぜ、遅れちゃうぞ。絶対スーツの中に雪突っ込んでやる。って、まだスーツ着てんの？うん、ほら、念のため。平気だって。ってマジ最高なんだよ。通りの屋台、街一番の食べ物、最高の音楽。うん、悪くないね。リオモラレスってどう思う？投票する。母さんが政治家だなんて信じられない。ずっと教師だったのに。似たようなもんだろ。どっちも人をかき集めて喧嘩しないように教育すんだし。やり方を教えてくれる。グロリア、ちょっと。グロリア、元気？マイルズ、この子は彼女のステフだよ。フィーストでボランティア始めたんだ。はじめまして。シェルターで見かけたらよろしくね。そのことなんだけど。あんたは冬休み中はシフトなし。どうせ閉鎖中だけどね。どういうこと？うん、心配いらないよ。スピーチ楽しんできな。また電話するよ。いい子だね。そろそろ集会に行く。母さんに見られる前に退散する。この子は友達のガンケ、手伝ってくれてるんだ。ほら、スパイダーの。なるほど。俺の甥っ子のこと頼むぞ。努力するけど手がかかるやつで。ちょっと聞こえてるよ。母さんのスピーチ楽しむよ。バラしたの？バレてたの？帰って詳しく話す。頑張って、モラレスさん。ありがとう。見ろよ、ロクソンの奴らめっちゃ警戒しまくってるな。本当だ。Buenas noches, vecinos。ロクソンがこの町に押しかけ、私たちは多くを失いました。なあ、平気か？うん、ただ前回はパウロのアイスクリームショップ、ニューヨーク一の手作りアイスクリームを生んだ店です。ジュニペロのデイケア、多くの人がお世話になりました。みんなが見守ってるんだし。毎週水曜日と日曜日に歌声を響かせていた聖テレーゼ教会もその一つです。ちょっと。今もなお、ロクソンは実験的燃料であるニューフォームを街中に輸送しています。危険性を明かさずにです。俺はロクソンへの警告だ。貴様らが従う男、サイモン・クリーガーの人殺しだ。このプラザはこれまで奴が犯した愚行の遺産。私とアンダーグラウンドがプラザの開設を阻止してみせる。現場で止まるぞ。皆さん落ち着いて。逃がさねえよ。構えろ。出番だぞ。おばさんは俺が。おばさん、行くぞ。
に会いたいの？マイルズ、家に着いたぞ。おばさんを病院に連れてくってさ。え？うちなの？転んで腕痛めたんだ。おばさんのことは任せろ。そっちは？奴らの目的は？さっぱり意味がわからないよ。狙いはニューフォームのはずだけど、ここにはないだろ。次の狙いを突き止めなきゃ。解析ツールにログインして俺も手伝うよ。それいい。ねえガンケ、母さん助けてくれてありがとう。気にすんな。このヒカルス、ここじゃ使わせないよ。ヒリア、サタンは、したんでしょ。僕がいない時に何かあったらどうするの。ねえ、あの時とは違うのよ。平気だから、安全な場所にいなさい。エンティエンデ、すぐ戻るから。後でギプスにサインさせて。オッケー、まあのっぺもせん母さん。デキエース、あのおじさん、無事？無事だ。連絡しようとしたんだが、今どこだ？爆発が起きたからブレイスウェイトブリッジに向かってる。そうか。だがロクソンが現れたら逃げるんだぞ。いいな。あいつらはティンカラー以外のやつにも責任をなすりつけるはずだ。わかった、気をつけるよ。派手に爆発してた。急がなきゃ。プラザはただの前座ってことか。もしくはおとり。待った待った。ねえ、撃ち合うのはやめにしない？狙いはニューフォームだ。それ以外は構わない。できるだけ多く運び出せ。
ですが、早く肩をつけて助けに行かなきゃ。病気で見やがれってな。僕のせい、この力のせいで爆発したんだ。みんな無事だよ。爆発のせいで橋が崩れて。スパイダーマンを発見しました。どうしますか。何なんだ。さっぱり。了解。待って、僕はできてない。命の恩人に何するのよ。おい、手を出すな。証拠を取ってやる。見て、頭、今すぐにカメラを止めろ。カメラを止めろと言ったはずだ。よこせ。彼女に触るだけで。ああ、帰れ。最後の警告だ。味方だよ。
としたの？どうなったの？助けなきゃ。あなたのためになんてよく言うよ。聞く耳持たずに僕を撃とうとしたのに。みんな平気か？わかんない。サイモン・クリーガー氏とブレイスウェイトブリッジ崩壊について話すぞ。私は新人スパイダーマンを応援したいが、彼のなんというのかな、生体電気のせいで朝飯食う？ロクソンの建物が破壊され、しかも橋まで破壊されてしまった。マジ最悪。出任せばっか。フィンがティンカラでニューフォームを盗んだ理由は謎だけど、僕のせいで橋が吹っ飛んだ。ねえ、違うって。母さん、選挙本部に行くわね。二人とも何か欲しいものは？ココアイス買ってくるわよ。あんな目にあってやめないの？やめるですって？故郷のために戦うのよ。言ったでしょ。下手したら死んでたのに。モラレスは諦めない、そうでしょ。母さん、ここはアイス買ってきて、もし嫌じゃなきゃ。もちろんよ。力があれば何でもできるって思い込んでたんだ、スパイダーマンみたいにさ。そのスパイダーマンってもう一人のことだよな。お前もスパイダーマンだ。自分のやり方でやればいい。名前考えなきゃ。売れてるやつって一単語だろ。マイルズ、やっと繋がった。ああ、もしもし、ピート、どうしたの？ニュース見たよ。でもシムカリア語だったから橋爆発なのか意味不明だけど牛蒸発って言ってるのかわからなくってさ。とにかくフライト確認中。明日の夜には戻れそう。ダメ、絶対ダメ。平気だから、もう犯人見つけたしさ、僕が阻止してみせる、約束だよ。分かった、信じるよ。助けがいるなら速攻帰るけど。
問題ないなら数週間後にまた会おう。うん、わかった。ありがとう。シムカリア語の勉強頑張って。なんでトイレって意味の言葉が7個もあんの。ちょっと。モーラレスの支持者から今日5回も電話が来たよ。ほんとしつこい。ほんとうんざり。モーラレスな。ちょっとスパイダーマン。問題はシステム。うっそ。スパイダーマン。どうかしたの。マジヤバすぎ。上司のみんな、ニューヨークの年末を盛り上げるつもりか知らないけど、ハリケーンっぽい熱帯低気圧が海岸沿いを北上してるみたい。でっかい波に船ひっくり返される、あの映画みたいなやつ。おっと、ごめん、ちょっと。ってことで、嵐が上陸したら助けが必要になるから、みんな地元のシェルターにリンクしてあげて。それじゃ、クレジットやローンの信用情報は毎日ちゃんと確認するようにね。大人でしょ。はい。板が張り巡らされてる、はあ、なんだか切ないな。忍び込めるところを探そう。目立ちたくないしね。誰かいる？ここ埃っぽいな。空き家だったのか。リックの ESU の教科書。日中お店にいられるように夜間コース取ってたよね。ほんとがむしゃらでさ。電気つけっぱなしだ。エラスターリングのロクソンの ID。 でも写真はフィンだ。フィンはロクソンに忍び込むつもりだったのか。これ薬かな。 GCSF 骨髄を刺激する薬って書いてある。誰のだろう。
ここ少なくとも半年は放置されたままだ。どっかに秘密の部屋でもあるの？ニューフォームのチームが全員病気に。待った、リックがプロジェクトリーダー？最近誰かがレンガで塞いだんだ。なるほど、ここが秘密の部屋か。動画ファイル、6ヶ月前のだ。テストアップロードを実行。半数が病気だが、クリーガーはニューホームのせいじゃないって。今夜結婚しよう。貸して。まだ早すぎない？今夜やるんだ。今日ハーレムに着工した。予定より早く。町を汚染して金儲けね。手抜きばかりして安全報告を無視してる。俺の研究を悪用させるわけにはいかない。わかった。まずはコアをフラッシュしてデータを消去する。もう同じものは複製できないんだよね。ああ。ジャージーにある予備物資も破壊してしまえばな。俺以外ニューホームの仕組みがわかるやつはいない。プロジェクトも否決される。録画する。失敗したら動画をビューグルにアップするよ。完璧だ。ニューヨークを救うぞ。救おう。もう一つ動画が。くそ、アップロードされてない。携帯が壊れたんだ。何はしない。約束だよリック。ニューフォームのプロジェクトを阻止しようとしたけど計画が狂ったんだ。最後にスマホがあった場所を追跡すれば。欲しいものが欲しい。早く消えて。お願い。ニャンスだ。ニャンスはニャンスだ。姿消せるの？いきなり姿消すとみんなパニクるよね。スナイパーが落ち着くのを待ってステルスで倒していこう。コンピューターにニャンスを近づけるな。どこに消えた？無音アラームでも作動させちゃったかな。おい、おむしろ、この偽物野郎。それじゃおやすみ。
勝ち目はねえマリア、そっちは異常なしか。マリアの返事がない。誰か見てこい。見てくる。またお友達呼んじゃったの。見つけてやるぜスパイダーマン。スパイダーマンだ。ここに来るべきじゃなかったな。一人減ったね。手出してボコボコにしてやる。よし、コンピューターに戻ろう。フィンのスマホを見つけられればリックに何が起こったか分かる。ティンカラーになった理由も。よし、場所ゲット。ガン家に情報をアップデートしとかなきゃ。よ、フィンの店で何か見つけた？うん、フィンの動機が分かった。お兄さんに良くないことが起こったんだ。マジかよ。リックはロクソンの従業員でニューフォームプロジェクトのリーダーだったんだ。マジ？しかもそのせいで病気になったっぽい。サイモン・クリーガーは安全だって宣伝してたろ。真っ赤な嘘。フィンとリックはリアクターの試作品をシャットダウンすることで開発を阻止しようとした。その後は？わかんない。今はね、フィンがスマホに動画残したけどラボの中で泣きしたみたいなんだ。今からゲットしに行く。相談したいことがあればいつでも電話しろよ。ありがとう。ロクソンのリサーチラボ、ニューフォームのプロジェクトが始動した場所だ。フィンのスマホが中にあるはず。あそこから入れそうだな。とっては好都合ってやつ。なんとか止めないと。注意がチェック中。It's the time. 発見次第直ちに制圧しろ。どうした？何か聞こえたぞ。ベブだ。
展開しろ。エネルギー吸い取ったら壊れた。うまくいってびっくり。侵入成功。武装警備だらけのラボに侵入か。今年のクリスマスはかなりスペシャル。家でゆっくり昼寝してゲームプレイしまくってクリスマスクッキー食べまくってたかったな。どれだろう。待った、ここさっきも来たよね。設計した人絶対履歴書詐称してる。信号を見る感じ、スマホはかなり下の階か。まずい。内部の排気システムから侵入者ありとのことだ。アンダーグラウンドなら殺せ。スパイダーマンかティンカラーなら拘束しろ。了解。やるな、マイルズ。ガリガリの割にはいいキックだ。あのおじさん、おじさんがプラウラー？父さんのファイルで見たよ。だろうな。聞きたいことが山のようにあるだろうが、今はここから脱出するぞ。こんな場所に侵入するとはな。目的のもの見つけるまで帰らないよ。いいか、俺はロクソンに雇われたことがあるが、敵に回さない方がいい。ここで捕まれば。なら手伝って。ねえ、親父に似て頑固だな。なら俺のやり方に従え。セキュリティ端末にアクセスして指示を出してやる。リモートマインだ。足止めされたら使ってみろ。いいな、絶対に捕まるな。レーザー付きの通気口に行け。どうやったの？こういうシステムは初めてじゃない。集中しろ。リモートマイン試してみるチャンスかも。カメラはどうなってんだよ。また停電か？停電はハーレムだけだ。ライノが発電所壊したからな。2エリア以上影響受けてるだろう。トイレセッチ今の侵入者だった。何をする？スマホ電波を探知した。かなり下の方から発信されてる。一番深いとこだとリアクターサイロの底だな。じゃあそこに向かう。セクターを巡回。
つもこんなに。その部屋に通気口がある。ラボとリアクターにつながってるはずだ。ニューフォームのリアクター？設計図を見る限りそうだ。君、ニューフォームはまだか？ああ、増産しようとしてますが、メイソンがメモを残してなくて。それで？実は橋の爆破で無傷だった容器が一つだけ残ってると聞きまして、もしそれをいただければ。私が持っていれば渡している。もちろんです。ただその容器がないと納期を守るのは不可能だとお伝えしたかっただけで。その容器は私が総力を挙げて捜索中だ。だから今はラボに戻ってすべき作業を続けてくれるとありがたいんだがね。追い詰められてる。それで誰の携帯を探してる？ティンカラーの。なんで僕を見張ってるわけ？お前を守るためだ。光栄に思え。俺を現役復帰させたんだからな。おじさんがプラウラーだなんて。自分の甥っ子が携帯のために命を懸けてるとはな。さっさと済ませるぞ。リアクターに近づいてきたようだな。そいつらを倒せ。巡回を継続。リアクターの近くになっていたくない。前担当してたやつは肺がボロボロになってた。保険でどんだけカバーできるのかね。労災聞くのか。ロクソンに期待するだけ無駄だよな。金払いだけはいいけどな。それと装備も。今日作業員はちゃんと来る予定なんだよな。警戒しろ。音がした。新しいウェブだ。スパイダーマンだ。異常はない。ラジャー、直ちに降伏しろ。スパイダーマン。見てくる。何か聞こえた。さっさと奴を見つけろ。気のせいだった。ボールクリア。何か聞こえたぞ。気を抜くな。まだ使わせ。見てくる。味方がやられてる。あ、何の音だ。敵はいない。直ちに降伏しろ、スパイダーマン。援護を要請する。援護する。油断をせず、それも確認しろ。おねんねの時間。さすがだな。どうも。サイロはあの衝撃波シールドの奥にある。その端末を使って開けるんだ。ちょっと待った。他にもラボがあるってこと？ニューフォームリアクターもあるみたいだ。リックがこれで体調を崩したなら全部閉鎖しなきゃ。マイルズ、携帯を手に入れて脱出するぞ。下にあるリアクターがこの施設の動力源だ。スマホは一番下。どうやってあのファンを通り抜けていこう。しかも敵も登場。マイルズ、分かってるな。絶対に捕まるなよ。なんだ、おい、今の。
それじゃ、おやすみ。やあ、関係。お前が怪我したり死んだりしてないか、一応確認。サンキュー。実はおじさんが手伝ってくれてるんだ。地下鉄の作業員の？それが、実はプラウラーだったんだ。話せば長い。また、あのプラウラー、紫着て駆け回る泥棒の？元泥棒。それに手を組むのは今回だけだってば。お前のおじさんがプラウラーね。それかなり受け止めるのに時間かかりそうだよね。ごめん、切るよ。また後で。指示があるまで待機する。壊せば止まるだろう。ありがとう。なんとかファンを止めないと。ファンの制御装置だ。くそ、なんとかあれを固定しなきゃ。充電しなきゃ。爆発しないでよ。やった、オッケー。カメラ、動画、あった。よし、コアダンプは2人で作業しよう。お前がオーバーライドして、俺が確認。ステップ1、ニューホームをこの世から消す。自分の作品壊して平気なの？こうはなりたくないだろう。世界を守らないと。いい、いいぞ。オーバーライド開始まで3、2、1。私じゃない。リック、サボタージュか。まだ大丈夫。病人が出て、エンジニアが一人死んだところで誰も気には止めない。ビジネスに犠牲はつきもの。やだ、嘘でしょ、そんな。止められる。止めてみせる。やめて、リック、リック、いや、ダメだ。いい、見るな。リアクターのシールド解除できる？なぜだ、携帯は手に入れた。行くぞ。リアクターのせいで友達が死んだ。二度と動かせないように止めなきゃ。おじさん、お願い、手を貸して。ねえ、あのおじさん、よ
よし、下がってろ。ありがとう。うわぁ、ジェネレーターと同じだよね。ちょっと、でかいだけ。何してる、そこから脱出するな。動けるか。急いで通路を進むんだ。これ、自分最悪。今にも体が大変だ。ダメだ。それが、スマホが、エネルギーで体が。マイルズ、なんとか言え。無事か。飛行機から落っこちた気分だけど、リアクターは止められたよ。あともう少しだ。正午入ってたのに、これからどうしよう。しっかりしろ。俺が助けに行ってる暇はないんだぞ。止まれ、貴様を拘束する。捕獲命令が出てるな。なんで、何が狙い。尋問が研究目的だろ。そんなことはどうでもいい。とにかく捕まるな。前にな。うわぁ、そのクローキングかっこいい。仕組み来た、教えて。左上で行けば俺が。まずいぞマイルズ、かなりな。大丈夫、二人なら倒せるって。心配してるのはすぐじゃなく、脱出した後のことだ。クリーがブラックリストに乗ったぞ。リスト、隠してろ。誰も信用せず、絶対にマスクを取るな。ロクソンが次の獲物を見つけるまでな。それは無理。フィンを探さなきゃ。友人がティンか。道理で首を突っ込みたがるわけだ。それだけじゃない。僕は町を守る責任がある。
業しろ。アンダーグラウンドに入りたいという。でもマスク取るなって。はい、スパイダーマンとしてじゃない。友人として頼むんだ。すぐにバレちゃうよ。人というのは大事な人が相手だと愚かに。まさに今のお前みたいだ。真実を明かせば。俺もお前の父さんに打ち明けたぞ。兄弟、理解する。そしたら絶縁さ。あの時黙っていれば家族のままでいられたかもな。すべきことをしろ。それじゃフィンに電話する。いや、やめとこ。街を見回ってこようかな。そうしよう。マイルズ、アプリ出してからフォロワー何人増えたと思う？マジやべえの。何度も計算してみてさ、お前は広告嫌だって言ってたけど、やっぱ考え直してさ。嫌だ。そっか、やっぱ嫌だよな。言ってみただけで。スマホ見つけたのか？でもリアクターからエネルギー吸い取ったせいで溶けちゃったんだ。いや、なんでまだ生きてんの？一瞬もう終わりって思ったけど、ミニ爆発みたいな感じでエネルギー放出したんだ。ラボ全体が吹き飛ばなくてラッキー。マジでお前の新しいパワーメモっとかなきゃな。で、次のプランは？アンダーグラウンドに入りたいって言えっておじさんが。それでニューフォームを奪えばフィンの計画も阻止できる。おい、それって嘘つけってこと？そうなるよね。他に手がかりもないしさ。それじゃさ、まさかプラスマイナスリスト？プラスマイナスリスト大正解。そんな暇ないよ。だよな。ま、頑張れよ。じゃあまたな。電話くれて嬉しかった。一休みしたかったし。なんで？いろいろとあってね。実はさ、フィンの家族の店に行ったんだ。いるかと思ってさ。僕が着く前に誰かが争った跡があったけど、店の中入っていろいろ見てさ、リックのこと知った。気の毒に。他に何を見たの？手伝いたいんだ。本当のことを教えて。おばさんに怪我させて本当にごめん。新人スパイダーマンが現れなきゃ怪我人は出なかったのに。私を説得しようと思わないで。間違ったことはしてない。わかった。そう、まあそれが私の秘密。それで暇なかったんだ。で、あんたはどうなの？あー、ほら、学校にフィーストのボランティアで。そんなのいつもやってたことでしょ。本当の理由は？本当の理由は、最近自分が背負える以上の責任を持つことになって、友達を遠ざけてたんだ。でも今日から変わる。フィンのクラブに加わりたいなって、
クルー？チームかな？ああ、どうかな。僕もリックは大好きだった。フィンの気持ちはわかる。助けがいるなら手伝うよ。断るなら心配しないで。秘密は守るから。あんたってほんといいやつ。わかった、行こう。どこに？高いとこ苦手なのに。大丈夫だから、私がついてる。アンダーグラウンドに実力を示すの。フィスクタワーに着いたらやり方教える。キングピンのオフィスが隠れ家？あいつが刑務所に入って不動産が没収されたの。売却前だったからいただいたって感じ。どういうきっかけでアンダーグラウンドのティンカラーになったの？私は鍛冶屋みたいなもん。全部作ったんだ。マスクも武器もね。プログラマブルマター。そう。アンダーグラウンドがおじいちゃんの店に盗みに入った時に見られて契約したの。フィンの狙いはクリーガーだけど、彼らの狙いは？銃以外にさ、知名度。好き放題できるくらい存在を知らしめたかったの。でもそれって一人じゃロクソンは倒せない。来て。クレーンからあのバルコニーにジャンプして、怖くないって示して。見られてるの？窓の奥から。みんな通る道だよ。ほら、平気だってば。スパイダーマンってバレないようにやらなきゃ。感じに見せよう。これで正式に仲間入り？そう。でも油断禁物。みんな新人には当たりがきついから。ここで計画を練ってるんだ。あ、計画ね。どうしてニューフォームを？積み荷盗んだんでしょ？容器をたった1個だけね。計画は調整中。とにかく今はここに馴染んで。わかった。ああ、戻ったの？ギャビンが探してた。今は無理、新入り入ったし。あっそ、すごい。全部フィンが作ったの？そう、武器さえ作り続ければ裏切られない。それプログラマブルマターの剣？新しい敵には新しい武器を。スパイダーマンのこと？今週の迷惑のゲストナンバーワン。下の階まで映る。説明すればいいわけ。休養ができたからここで待ってて。うん、オッケー。チャンス到来。ニューフォームの隠し場所を探り当てよう。ここに何かヒントあるかも。マーティン・リーの手下の装備？そう、先日リスクに代わって街を牛耳るなら力を見せつけなきゃね。デーモンを倒せるくらい訓練したんだ。どこで訓練してるんだろう。
フィスクがブチ切れそう。ここにあった秘密の扉とやつホームの準備ができれば、タワーどちらにも。秘密の部屋か。危険な燃料を隠すのにぴったり。これって物資のケース？どっかのクズが盗んでっからね。罠仕掛けなきゃ直す。受けて立つよ。ない。すんごいお金。下にもまだあるよ。G.G. がどう思うな。あいつはうちらに加盟できたんだ。下にもあるのか。期待できそう。橋の攻撃で注目されてるんだね。うつつ抜かすか。ここに持ってきたのかな。1階にあるフィスクの隠し部屋使ってるのかも。休憩はおしまいだよ。グループには下の階で訓練しな。目的地決定。この武器があればロクソンには負けねえな。ガンキに連絡しよう。誰からなの？あ、母さん。ほら、うちに帰れって。今すぐ？本気？ギプスつけてるから料理手伝わなきゃ。私のこと言った？ありがとう。あっちから出られる。すぐ戻ってくるでしょ。もちろん。下に秘密の階があるってことか。ガンケ、今通気口。よっしゃ、ニューフォームの隠し場所分かった？まだだよ。フィンが地下室に向かったから後をつけてくつもり。なあ、通気口を這い回るとき映画の主人公気分になってハラハラする鼻歌を歌ったりしないの？で捕まってワニのいる檻に吊り下げられてガムの包み紙で爆弾作って脱出みたいなさ。何それ、ないよ。聞いてみたかっただけ。中のアンダーグラウンドを倒したら秘密の部屋を探そう。
警告だ。俺らの邪魔したらぶっ殺すぞ。
休み。ごめん。あんまり俺らをなめんなよ、クモ野郎。気配はゼロ。絶対どっかにはいるって。私は目的のあるアートを愛してるってフィスクがインタビューで言ってた。どういう意味？さあな。でもあいつの家でアートに隠された秘密の通路が見つかってるだろ。ってことは、そうか、なるほどね。見てみる。ねえ、見つけたかも。うわ、秘密の階段だ。みんな秘密のドア持ってるよな。オリジナルスパイディが来た時使うつもりだったのかな。もっと早いエレベーターにすれば捕まらずに済んだかも。スーパーヴィランはバカな方が楽だろうな。吹き抜けマジで激しいな。激しいトレーニングしてんのか。今から逃げづらいな。3人も具合悪くなってんだぜ。3人だ。日本がどんだけ危険かは。危険は承知だったでしょ。そういう契約だし。でも病気になっちゃうよ。ハックできないなら抜けたら。アンダーグラウンドにエタレは必要ないからね。今の聞いた？ニューフォームで体調崩してるって。しかも全然気にしてなさそう。ニューフォームは無事？移動できた？アップタウンのラボに。ガンケ、ニューフォームは移動したって。容器が安全かは分かんないけどね。なんか熱くて音も鳴っててヤバそうだった。スパイダーマンの力のせい、構造がおかしくなってる。触れなってみんなに伝えて。隠れ家だ。あのどれかにニューフォームが。クリアな画像くれたら絞り込めるぞ。得体の知れない代物なんだぞ。成分も出所も私の兄さんが作った。主任科学者でもロクソンに殺された。
クソンを潰すまでやめるつもりはない。みんなは？聞く必要ないだろう。そう。電気がいる。ジェネレーターに車のバッテリー、何でもいいから劇場に持ってきて。スパイダきれいにしてみたぞ。アンダーグラウンドはフィスクの建設現場をアジトにしているっぽい。劇場はフィンが話してた。劇場？それってガンケ、まさかドラマチック言うと思った。多分ジェムシアターだな。そこにニューフォーム隠したみたいだし、目的地決定。劇場に行くなら協力するぜ。アンダーグラウンドの隠れ家を調べるなら助っ人紹介する。サンキュー。隠れ家はトゥードゥーリスト行き、劇場着いたら連絡する。じゃあ俺はスピードノナゴンがクラッシュしまくる原因調べとく。フィンは今日の夜遅くまで劇場には来ない。アプリをチェックする時間ありそう。他の用事でもいいし。他の名をキングピン。奴は未だに5つ星のサービスを受けているらしい。ジャレットの部屋よりも豪華な檻でな。しかも腕利きの弁護士が上訴中だが、この世にもどうやら正義というものは存在するようだ。デイリービューグルの暴露記事によると、今や手がつけられないほど荒れ果て放題となり、新年に取り壊される予定のフィスクタワーが、なんと悪党どもに不法占拠されているそうだ。いかなる時でも法などお構いなしの男が己のエゴを満たすために建てたけばけばしい建物が。いよ、マイルズ。アンダーグラウンドを調べてる人がいるっつったの覚えてた？今つながってんだ。もしもし、スパイダーマン。こちらダニカハート。
アンダーグラウンドのポッドキャストをやる予定なんだけど、あなたの技術担当さんから連絡があって。わあ、びっくり。実は大ファンなんだ。今あいつらの隠れ家にいるんだけど、何かアドバイスある？私のファン嬉しい。失礼。やつらの隠れ家は電波が届かない場所にあるから操作できないの。ジャマーを止めてくれれば通報してシャットダウンできるはず。了解、ありがとう。誰か、これからどうでかい。なんでいつも敵の方が多いんだろう。ねえスパイダーマン、この地区に限定してアンダーグラウンドとか検索してみたんだけど、ここトゥームストーンの隠れ家だったって。マジで？何があったの？アンダーグラウンドがトゥームストーンの手下と手を組んで強盗、殺し、カージャック三昧。でもトゥームストーンの手下を殺しちゃって仲たがい。やつらは自利品だったけど、ティンカラーが現れた。そう、トゥームストーンも刑務所送りになってやつらがここを占領した。話それるけど、何かには曲作る人とかサウンド担当いるの？あー、一瞬だけ付き合ってた元彼とか。あのイントロは別れる前に彼が書いてくれたんだ。そっか、ビートをミックスできる人だったらいい人知ってるよ。それ超嬉しい。私すっごい音痴だから。アンジェロ、何かあった？誰かアンジェロを探して。私が行く。
輩、きっとスパイダーマンにやられたんだ。おさらばだ。はい、誰か手を貸せ。よし、どうした。なんだ、音がしたぞ。変化を抜くか、クモ野郎。ちょっとコナー、そっちどう？コナー？誰かコナーを見てきな。行ってくる。いいね。帰ったのさ。いなくなってる。誰かにやられたな。よし、次はジャマーだね。スーツを使って配線をたどれるはず。分厚くはないよね。やっぱりね。邪魔あった。これってトゥームストーンから奪ったものだよね。記念品ってとこ。今あのマネキン動いた。ここは私たちのものだ。あ
姉貴は勘弁。ねえ、隠れ家映るようになった？なった。通報しちゃおうっと。それじゃ私はトゥームストーンとアンダーグラウンドの手がかり追ってみるね。警察に現場を抑えられる前に退散した方が良さそう。